皆さんこんにちは、靴修理ラジアン杉浦です。今回はバイカーさん向け、バイカーさん向けにこんな修理をやっていますっていうのを紹介していきたいと思います。修理している様子ではなくて事例の紹介ですね。今回紹介するのはこういうバイカーさん向けなので、こういうバイク乗るときエンジニアブーツ履く方も多いんじゃないでしょうか。どうしてもねバイク乗ってるとこんな傷がついてくると思うんですよね。ここのつま先あたりの部分だけ削れて、これは特にひどくて穴が開いちゃってますね。穴が開いて銀色の見えますよね。これねつま先にスチールトゥーなので、つま先に入っているスチールカップの鉄が見えている状態です。バイク乗るとき、ね、バイク専用のもう履き潰しちゃってもいいブーツ履いてる方もいるかと思うんですけど、普段愛用しているブーツ靴でバイク乗る方もやっぱり多いと思うんですよね。愛用しているブーツがこんな感じで穴開いたら悲しいっすね。どうしましょうっていう感じで、そんな場合はですね、当店では革パッチ、ここの部分に革パッチ、バイク用なのでシフトガードなんて言いますけど、シフトガードを取り付け、革パッチを当てて、修理っていうか補強をご案内しています。完成後はね、また別のブーツになるんですけど、こんな感じで取り付けされます。取り付け方法は、縫い付け、ブーツに縫い付ける場合と接着する場合、接着で固定する場合、2通りあります。それぞれメリットデメリットあります。接着の、縫い付けの方が固定はしっかりされますけれども、費用が高くつく、ですよね。ブーツこんなところねミシンも入らないので、縫い付けるときはブーツ靴底が解体されている状態でないと結構縫い付け厳しいので、単体靴底の交換費用もプラスになっちゃう。靴底の交換のねタイミングで一緒に頼んだ方がいいですね。じゃあその場合は、で接着で行う場合は、縫い付けするときに比べてグッと費用を抑えられるんですけれども、まあガシガシ履いているときに接着してあるだけなので、剥がれてしまう可能性がありますよと。まあそんなに簡単には取れないと思うんですけど、いずれの場合にせよね、ステッチ、接着の場合でもこんな感じでダミーのステッチ、飾りステッチを入れてね、まあ見た目よくしたいなっていう感じでやっています。革の色、まあ大体ねエンジニアブーツ黒か茶色なので、まあ黒か茶色、焦げ茶あたりの革は用意してます。まあなるべく似通りの革を使ってやるようにしています。つま先がこんな感じに削れてしまってお悩みのバイカーさんへ向けての動画でした。こういう予約不要で店頭に来ていただければね、いつも修理受付しておりますので、ぜひともお気軽にお問い合わせください。宅配でのお問い合わせも可能です。下の概要欄にね、お問い合わせ方法書いてありますので、もしよかったらお問い合わせください。以上、ラジアン杉浦でした。